なみにここは向川交通ターミナルって言うんですね。ああそうそう、ちなみにね、これなんかここから先全部廃止決まったんですけども、うん、その後今後は襟裳方面どうやってバスで行くのかなっていうのは私も気になるところではあります。苫小牧もイルミネーションがあるんですね。トマイルスクエア2019ということで、12月の1日から2月の14日バレンタインの日まで、16時から23時、まあ、暗くなってから23時までということでやるようでございます。苫小牧駅の南口駅前広場でやるということで、秋晴れをぶった切りゆく戦闘機、なんかすごい物騒なこと書いてますね。双眼鏡、鶴と目の合う好き日かな、良き日かな、良き日かな、としこさん。そう、これ前回も気になったんですけど、このみんなの喫茶店ということで、あ、喫茶店、茶店っていうぐらい書いたんですけども、11時から14時なんで3時間しかやってなくて、なかなかここに来ようと思って来れないっていうね。あと向川町といえば特筆すべきなのはこちらのあのししゃも伝説じゃないかなと思います。なんか踏んだと思ったらなんかここに草が生えてました。柳の葉に、命を与えたのは神様ということで、まあ、いろいろこう細かいお話は置いといて、まあ、なんかいろいろあってとにかく柳の葉に命を与えてシシャモにしたという、だから柳の葉っぱの魚と書いてシシャモというふうに言うんですよね。シシャモというのは、これはアイヌ語、列車代行バスということで、あ、これ時間によって代行バスの時間が違うんで、あの運行の会社が違うんですね。で今8時38分なんで JR 北海道バスで、場合によっては樽前観光とか向川観光とかそういう観光バスに当たる時もあります。ただ静内からあとは全部 JR 北海道バスというふうになっているので、帰りの便はどうかな、これ行きの便しか書いてないんだよね。帰りの便はどうでしょうね。多分向川観光あたりに当たるんじゃないかなというふうに私は踏んでるんですけれども、どうなるかはわからないです。あー、かなりの方が乗られますね。私も乗っちゃいます。列車代行バスに乗り換えとなります。
静内駅、乗ってきたバスがそのまま、またサマニの方に行くということで、荷物だけちょっと置かせていただいて、今お手洗いを済ませようかなと思います。なんたってトイレ近いマンなんでね、絶対1時間45分持つか持たないかっていう。ここだな、道南バスターミナルなんだ。でここ開けるとお手洗いは右。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録・高評価ぜひよろしくお願いいたします。また概要欄より太郎の雑学カフェにも飛べますので、そちらもぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。